ば日々不安を抱えています。その中で私たちは深夜野球ができることに感謝しながら未来を担う若い力をグラウンドで表現し、先生堂々と全力プレーを全うすることを誓います。平成24年5月19日埼玉県立南陵高等学校野球部主将武井篤馬。